こんにちは私と神様講演会へようこそ私は埼玉県に住む56歳のパート主婦長谷川真由美と申しますよろしくお願いします私がどのようにして神様に導かれたのかまた私の信じている神様を皆さんにご紹介したいと思いますどうぞ最後までお聞きください それでは一言お祈りをいたします天にいます、優しい神様、神様がこのようにあなたを証しする機会を与えてくださいまして、ありがとうございます。どうぞ正しく神様を証しすることができますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメンそれではお話ししたいと思います。 えこの講演会をに参加することになったのはある姉妹のお誘いがきっかけでした私は語彙も少なくちょっと気の利いたことも言えないし何よりそのままのことをしか言えないので周りをあぜとすとさせることも多いのでためらう気持ちがお大きかったです断る理由をあれこれ考えてみたんですけど 結局のところ面倒くさいからという理由しかありませんでした。神様は真実な方です。それを理由にノーということは言えませんでした。これは後から思ったことですが、私は家族や、えー、友達に神様のことを伝えてしっかり伝えていなかったし、えー、クリスチャンになるきっかけも。 あんまり話したことがなかったように思います。ですからこの機会が与えられたことを本当に嬉しく思います。私が神様を知るようになったきっかけは一冊のリビングバイブルでした。リビングバイブルは私たちがいつも読んでいるそうですね普通の本のような感覚ですんなり読める分かりやすく 訳された聖書のことです結婚して間もなく妊娠した私はひどいつわりに悩まされていましたそのつらさも徐々に解放されましたが日常生活をこなすのがやっとでしたほとんど布団の中にいましたそんな時ある日夫から一冊のリビングバイブルが を手渡されましたなぜ神様を信じてない夫が「リビングバイブル」を手渡したのか私は不思議です。読むことがほとんどない私ですがやることもないしえせっかく進めてくれたということもありましてそして何より聖書というのはたくさんの言語に翻訳されて 56憶冊以上の発行部数を誇るベストセラーだということを聞いていたのでちょっと読んでみようかなっていう気持ちになりましたもうベストセラーの割には聖書の話をする人があまりいないのはなぜだろうこのには一体どんなことが書いてあるんだろう興味津々で開いてみると そこにはこう書かれていました。はじめに神は天と地を創造された。創世紀一章一節。なるほど。私は素直に信じられました。どんなものでも必ず作った人がいるからです。一人で出来上がるっていうことは考えられません。そうか。神様が作ったのか。山や、 川や海、お花はとっても綺麗だけど、ゴキブリやムカでは、あれは神様の失敗作なのかな、とも思いました。アダムとエヴァのところに来ると少しつまずきました。アダムとエヴァは赤ちゃんからではなくて、大人になったのはすでに大人になってからでした。 ということはアダムとエヴァというのは子供自体がないのかかわいそうだなでも赤ちゃんだけだったら育てるお父さんとかお母さんがいないから仕方がないことなのかと思いましたそれからヘビが罪を犯すようにそそのかしたということを聞くとおとぎ話みたいだなと思いました 旧約聖書は戦いばかりでうんざりしてしまいました。新約聖書を読むとイエス・キリストが登場してきます。イエス・キリストっていう人はすっごく頭がよくてすっごく優しい人だな。この人が神様なのかなそれにしても旧約聖書の神様とずいぶん違うな。秋っぽい私は、 もう聖書をを読むのをやめてししままいましたそんなこんなで私のお腹もだんだん大きくなってきましたそんなある日エホバの証人が私の家に来てくれました小さな帽子をちょこんとか,かぶった小太りの可愛いおばさんです私を見て目覚めよの,あの物見の塔の冊子ですね それを一冊置いて、から2日後私は出産になりましたお腹もあまり大きくならずタクシーを自分で、えー、呼んでこれから赤ちゃんを産みに行きますというとタクシーの運転手さんはすごく驚いてましたかわいい女の赤ちゃんを産み 産後も良好で自宅に戻りました里帰りはせず、えー、そのあとのお手,お手伝いは母と姑に助けてもらい1週間を過ごしましたやがてお手伝いの母も帰っていき夫も研修期間だというので赤ちゃんと私2人きりになってしまいました。 全ての子育てで大変不安でしたそれの中で一番不安嫌だったのが赤ちゃんをお風呂に入れるということだったんです赤ちゃんをひっくり返すというのはちょっと今ややらないでしょとかねひっくり返すっていうのはとてもできなくて本当に嫌で嫌で仕方がなかったですそう しばらくすると、あのエホバの証人のワイコさんが来てくれました。そして私はワイコさんを見るなり、子育てで大変で大変参ってることを伝えました。そして一番参ってるのはお風呂に入れることだということを訴えるような感じで言いました。すると、そのワイコさんは実は8人の。 お子さんを持っている方で、子育てのベテランでした。私が困っていることを聞くと、お風呂に入れてあげるというではありませんか。そして毎日のように、ワイコさんは私の子供のお風呂入れにあの来てくれたんです。私は見ず知らずの人を家に入れたり、そして、 何かしてもらうことに抵抗がないほど困っていました。ワイコさんは毎日のように来て、時々おかずも持ってきてくれました。わいさんのご家族の方も来てくれて、その2人の,あの娘さんですかね、娘さんは日中、伝道したいということで、あ日中、伝道したいので、 小池やポテトチップスのパート,パートで、えー、働いていて本当に神様一筋の感じがしました何とも言えないなんかこの世のものではないような雰囲気を感じましたきれいで頭のいい人がそういうことをそういう生活そういう人生を選ぶのか 私はこういう生き方はとっても選ばないけれどもなんか非常に魅力な感じがしました首が座るようになると、えー、今度は「物見の塔」の聖書の勉強に入りましたそして「物見の塔」の王国会館に23回は行ったと思います しかし私は転勤になってそのワイコさんとお別れすることになりました転勤先でもワイコさんが手配してくれたので物見の塔の勉強は続けられました順調に進んだように思いましたがあるところで私はつまずきましたそれはエホバの証人は神の民であるだから エホバの証人だけが神の民っていうのはなぜそんなことが言えるのかなと思いました。自分たちだけで言い張ってるだけじゃないかって思いました。そしてエホバの証人ってその団体で救われるちょっとおかしいんじゃないかなと思いました。そのことをいつ れら説明されても私は納得いいかないのでやめましたしかし神様はもう私を捉えていたのです。エホバの証人が神の民かどうかっていう論争にほとほとつ,つかれていた私はやめてせいしたという思いと同時に寂しい聖書の勉強がなくなって。 寂しい気持ちが湧いてきました遠近した先はワイコさんと知り合った川越でした悲しいけどもうワイコさんには連絡できませんにセブンスでアドベンチストのクリスチャンがいました彼女はとっても明るくて優しくて彼女の家にはいつも人がいるような状態でした 彼女には何とも言えないほっとする雰囲気があってそれはそれを感じてたのは私だけじゃなかったようです。その子供も私の子供もも同じ年だったので一緒に遊ばせたりお話をするようになりました。そして少しずつ聖書の話もするようになりました。 しばらくすると家庭集会に誘われました集会に集まった人はとっても優しく親切で、えー、楽しかったです特にイエス様の奇跡の学びは面白かったですクリスチャンでないママ友を加わり子供たちが誰がいる中聖書の学びを続けましたその時の 学びの先先生生が前川秀樹先生でしたある時私は校庭でふとその私を誘ってくれた友達に「受けようかな」と言いました。自分でもこんなことを何で言ったんだろうと思うほどびっくりしました。でも 本当に今考えてもふと口に出した言葉だったのでちょっと意味が分かりませんがその言葉を聞いて友達は大喜びで話はあれよあれよと進んでいきました考えてみると理由の一つは、えー、教えてくださった前川秀樹先生がとっても面白くて優しくて好きだったんです、えー、とその先生が アンシュレイといってバプテスマを授けることのできる牧師っていいますかねそういう資格を取ったあとだったので私はぜひ第一号になりたかったですそのそういうなんていうかあんまりいい思いじゃないというか自分の思いだったんですけれども純な動機だったけれども何か私を 月を動かすようなものを感じていました。めでたく1996年3月30日にバプテスマを受けることができました。その日は雨が降っていました。私も雨のように涙が流れました。忘れられない一日になりました。私が 神様を知るようになったきっかけは特に求めていたわけではありません。たまたまいろんなことが重なり、不思議な神様の導きによりクリスチャーになりました。それから神様を知ったからといって、いつも純粋な気持ちだったわけではありません。忠実でもなかったです。世の価値観に魅力を感じて、うまい具合にいいとこ取りをしようとも思いました。 夫が転勤の多い仕事だったので教会も何回も何回も変わりましただから前の教会がいいとかあの人は嫌だとかあの人はクリスチャンっぽくないとかいろいろ考えて人につまずいて気がならない時もありましたそれ以上にいいこともいっぱいありました困っていた時悩んでいた時 いつも神様が助けてくれましたそして私のために祈ってくれる信仰の友もいっぱいできましたもし神様を信じてなければこんなもやもやした気持ちはどのように解決していたのかなと思います一時的に憂さ晴らしをしてもきっとそれは解消できないと思います そして私はいい時も悪い時も休まず教会に通いました。なぜなのかなと思うと、教会は神様のおられるところだからです。だから行かないっていう選択はないです。神様が教会で待っていてくれるっていう感覚が私にはありました。この動画を制作するにあたり、 今までの信仰の歩みを振り返る自分にとっての神様は何なのかと見つめる良い機会になりました。神様はすべてご存知です。すべてをご存知だということは何にも隠すことがないということです。隠しても無駄ということです。自分が知らない自分のこともです。時々思いも知らないぎょっとするような悪いことを 思ってしまうことがありますあんな人は嫌いだあんな人はいなくなっちまえとかこんなにいっぱいあるんだから一つぐらい取ってもいいんじゃないかとか恐ろしい気持ちが湧き上がってくるのですどうやってみると悪い思いばかりですもし謝らなければならない人がいるならばその人に謝ればいいのですが いない場合もあります。その時も誰かに謝りたい。誰かに許してもらいたい。と思います。その思いを一時的にごまかすことはできてもなくなりません。沈んでは湧き上がり、沈んでは湧き上がりします。謝りたい。許してもらいたい。 その誰かとは神様でした。許してくださる神様と出会うことができて幸せです。心が弱っているとき、困っているとき、聞いてくれるお方がいます。それも神様です。お話しすることがお祈りです。人はそこまで聞いてくれません。時には人に相談することもあるかもしれません。でも、 期待するような答えが返ってこず、ああ言わなきゃよかったと思うこともあること,こともあります。また、もしあなたが四六時中、そんな悩みや愚痴や不満ばかり聞かせ聞かされていたら、どうでしょういい加減うんざりしてしまいますよね。そんな私の話を 嫌がらずむしろ喜んで聞いてくれくださる神様は私をそしてあなたを効果でたっといと言ってくださいます聖書の御言葉を一つご紹介します私の目にはあなたはと効果でたっとい私はあなたを愛しているイザヤ43章4節 これは新海役でお読みしました。なんとありがたいことでしょう。それには理由がある、あります。神様が私を作ってくれたから、作ってくださったからです。神は自分の形に創造された創世紀一章二十七節。そんなお方が身近にいたらどんなに心強いでしょう。 この神様を知っていただきたいと心から思います。この神様をつかんで生き生きた生き生きとした人生を歩んでいってほしいと思います。心からおすすめします。私はあなたに命じたではないか。強く、大しくあれ。あなたがどこへ行くにもあなたの神、主が共におられるゆえ、 恐れてはならない。おののいてはならない。吉明一生九節。最後まで聞いてくださり、どうもありがとうございました。えー、最後のお祈りをしたいと思います。神様、今、証しを無事に終えることができまして、ありがとうございます。今、聞いてくださった一人一人の上に、 神様の豊かな祝福がありますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。アーメン